はい、地元に帰る温度でした。立ちこ M。 さて、もう一人福島から、建築家兼歌手が駆けつけてくれました、遠藤智恵。よろしくお願いします。メインボーカルで相馬ボウ歌をやりたいと思います。これも振り付けそんなに難しくないので、ちょっと千恵さん説明お願いします。はい、これは豊年豊作の踊りになっておりまして、もともとオリジナルのが盆踊りがあって、それを私がちょっとアレンジさせていただきました。まず稲をですね、こういう手で表現します。こう直角ですね、こう直角にしていただいて、この稲を刈ります。刈ってで手と足で刈りますね。刈って刈って刈った稲を集めます。集めてこれを紐で結ぶ。クールクールシュイーン、これ意味ないです。はい、で真ん中にポイ稲を入れて、またはーいたちょちょん、刈って刈って集めてクールクールシュイーンポイ、またはーいたちょちょん。こんな感じで、ちょっとこの盆踊りリズムが不思議で、盆踊りって普通はちょちょんがちょんちょちょんがちょんなんですけど、この盆踊りはちょちょんちょちょんちょちょん、こういうちょっとスイングしてるみたいな感じなので、これでちょちょん、かってかって集めてくるくるシュイーポイ、また生えたちょちょん、かってで買って集めてぐるぐるシュイーポイ、また生えた。こんな感じです。はい、もう永遠にこれが続きますので、もういい感じでトランス入っていただけたらと思います。はい、 OK です。じゃあ行きましょうか。そのまま歌いきます。Thank you.
ございます、プロジェクト福島の盆踊り2013年からかな始まったんで、かれこれ丸3年もう4回目になります。その最初にできた曲が「ええじゃないか音頭」という曲があります。これ永見純さんメインに、みんなで歌って今日の盆踊り終わりたいと思います。もう一回盆踊りの説明、珍しいけど木曜団のみんなにしてもらいましょう。はい、この「ええじゃないか音頭」なんですけども、大体、歌詞があるところになんかこういろいろ振りがついててですね、